どうも言ってられなくなりましての。何せ相手がリンネガンでして。リクトの目か。それなら仕方もなかろうが。では行きますぞ。あれほど苦労して呼び出したのがあのガマ2匹で、どこにおるんなら。いや、透明化する口寄せ動物の中に入って姿を隠しております。生物探知でこっちから一気に引きずり出しちゃう。ほんなら行くで。見つけたで。捕まえたで。到着。おう。あれがリンネガンか。子があの予言の子だとはの。口寄せの術。今度は人間の口寄せか。三人、どういうことじゃ。リンネガンが三人もいるなんて。さて、そろそろわしの出番ですの。後輩天外仰ぎ見る。地雷や豪傑。耳元でギャギャ。さっさと終わらせて帰るで。夕飯のしたくせにはならんけんな。小僧は油で父ちゃんは封筒じゃ。はいよ。先方五右衛門。やったか。油が消えた。もろに食ろうたはずじゃ。こいつにもネタがあるんじゃろ。超大玉螺旋丸。すべてを吸収しやがるのか。だからさっきも。どうしたら取ったで。わしの仙人モードの攻撃を見もせずに。無駄な動きが一切ない。かわそうとすれば間違いなく捉えていたものを。防ぐとすればさっきのように盾でガードするしかない。それを全く目視せず判断した。だからといって奴らは掛け声やアイコンタクトなんかの合図を送り合ってる様子はなかった。しかしあいつらは一体何者なんじゃ。やばいの。忍術を無効化されるこの状況でこの仙人モードでもまず殺される。地雷じゃ、一旦引け。はい。パイプの中を通って逃げたか。なんで逃げるんなら。軸道を分析して策を立てるんじゃ。あいつらのうちの一人が長門だとしてもそうゴロゴロリンネガンがいるとは思えんですしの。それが本物のペインか。それより陸道のリンネガンが実際に3人おるちゅうことじゃ。奴ら3人の視野はつながってて共有しとるちゅうことじゃ。それで何の利点があるん。簡単に説明すると。どうした。うちが危なくなったらすぐさま肩から消えてくだされ。一つ案があります。一種の賭けですが。あの話。おなんだこれは。現実か。あそこの奥からか。影分身か。カトン大炎弾。やはりあのでかいのは術を吸いに走った。他の一つ。こっちもか。これは読み沼。これで一対一。口寄せはさせん。地雷やせ。あんたにこんな現実があったとは。どんな奴が相手でも油断はするなと教えたはずだがの。俺は役目を間違えた。痛みで世界を導くより痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。少しの間だが
お前だと信じていた。さよならだ。大丈夫ですかの。この現実の歌は喉に負担がかかってる。これでわしの選択は終わりましたからの。油断はするなとあんたから教わったはずだが。小僧、お前左腕が。分かっとります。おそらく前もって口寄せしておいたんでしょうの。さてと。レイン陸道、ここに見山。お前は一体何者なんだ。レイン、俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。6人ものリンネガンが。お前は。お前はヤヒコなのか。とっくに死んだよ。ヤヒコは死んだんじゃ。それにその目。やはりかつての死では。だがすでにヤヒコは死んだ。なぜお前がリンネガンを持っている。かつての弟子の一人があの中にいます。それによく見ればあの6人の中に長門の面影を感じる奴は一人としていない。お前らは一体何なんだ。我々はペイン。神だ。神だと。なぜお前が長門の目を持っている。月を見つけて差し違えてでも。気配が消えた。結界か。利益天眼。やったのを地雷やっちゃう。結界に引きずり込んで。大丈夫か小僧。これか。そうだ、思い出した。こいつは長門なんかじゃない。小川仙人の予言に従って旅を始めたばかりの頃出会った。お主はその変革者を導く者じゃ。夢では世界を歩いて本を書いておったな。逃げるなら今しかない。今出て行けば殺されるかもしれませんがの。もうここまでペインに近づける者は多分おらんでしょう。までのペインの情報とこのペインの死体を持って帰ってくだされ。ありがとうございます。正体。遅かったな、気づくのが。ペインの正体。ダメだ、喉を潰されたか。気が遠くなる。死ぬのか、ちょっぱいなのか。忍びは生き様ではなく、わしの人生は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、わしも歴代火影たちのように死にたかった。今までの失敗をチャラにするような大きな偉業を成し遂げ、立派な忍びとして死ぬ。死にざまがこれか。ここでペインを倒し、暁を止め、忍びの世界を救う。結局その選択も失敗してしまった。物語の結びだとはの。そうだろう、ナルトよ。のう。ジラジャちゃん。いたはずだ。よし。諦めねえ。それこそが。よし、確かに受け取ったけんの。天の子は間違いなくお前だ。カエルには。地雷や豪傑者が。これでちったあましになったかの。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。渦巻きナルト物語。
伝説の三人、我らにこの秘密がなければ、さすがは我が師と称えておこう。そろそろ出てこい。マダラから九尾を狩るように命を受けていたんだがな。ダメだ、俺は別の戦いを見に行く。へえ。うるさい、黙れ。それ